close to your heartache. If you want, open your door. I'm feeling kind of lost when your mind is hiding whatever that is choking your chest. I can see it in your eyes that you're shaking, cause you're holding it back. Maybe you'll make up your mind now I'm here by your side. So let it all.10時に入ったから、うん、今1時3時間でも1時間ぐらい遊んどったもんな。安定の3時間、うん、安定の3時間です。まあそんなもんですよね、うん、今回は大阪の、自然の森キャンプ場、自然の森ファミリーキャンプ場かな、ファミリーキャンプ場に来ています。近かったな。近い、1時間、1時間ぐらいかな。よかった、川も流れてるし、自然がいっぱいやから。蛇もおったし。蛇おった。来た時めっちゃ涼しかったやん。涼しかったな。で、今日雨予報やったから、うん、赤原もおった。ギギにしてんけど、めちゃくちゃ晴れてるんですよ。めっちゃ晴れてる。めっちゃ晴れてんな。そう、まあ、今はちょっと暑いです。暑い。なんかサイトの数がめっちゃ多いな。多い。地図持ってこうか。こんな立派な地図もらうんですけども、ここはね、結構こことかもうふわーってあるけど、50サイトぐらいあります。で、私たちがいるのが拳4、こちらです。どうですか、ファミリー多いよな、めっちゃ。だって自然の森ファミリーキャンプ場やから。あ、そうか、ファミリーキャンプ場ってもう言ってしまってもんな。そうそうそう、それは当面ファミリーが多い。ファミリー多いな、子供よっしゃ、ちょっと近い、ちょっと近い。楽しそうな声が。そう、やっぱり川とかな、こういう木いっぱいあるから。もう多分ここ、こぶしって止めれるのは、車止めれるのはここは2台やねんな。4と、このくぬぎの位置かな、多分。それ以外は荷物下ろしたら近くの駐車場に移動するの。だから止めれるか止められへんかって、うん、分からへんな、うん、多分一番初めに着いてん。そうで、ここですって案内されて、で、車はここに止めといてね、で、次そのくぬぎ市の方に来て、2台止めて、ここね、いやだから後の拳の人は、そこに止めて、前に止めて、荷物を下ろして、そう、移動せながらね、駐車場がいろんなとこに点在してて、オートサイトはここだけやね、受付の前の。ああ、あったあった。ほんで、まあ、駐車場が一緒についてるようなサイトもあれば、こうやって
荷物を下ろして駐車場まで移動していかないといけないサイトもあります。要注意ということですサイトは選ばれへんな、もう決まってたもんな、うん、はい、じゃあご飯、お昼ご飯作ろうと思います。みんなご飯買ったよ、行きましょう、はい、おにぎりだけでいいよ。ガチジじゃない、キムチ入れんの、あなたも食べたの、ちょっとだけ食べたらいいよ、これ辛くないから。なんか鮭じゃない、ツナって。上手にできましたこれなんていう、なんだろう、ツナとキムチの、中華風そうめんです。いやー、やっぱ暑い夏はそうめんですよね、うん、はい、じゃあいただきますね。はい、いただきます。どう、美味しい、めちゃくちゃうまい、めちゃくちゃうまいうん、うん、うまい、うん、美味しい、いいやん、これいいな、うん、ツナとそうめんって合うねんな、アレンジ無限だよな、うん、はるかのエンジンが今から生えてるな、うん、キノコってな、危険なキノコらしい、嘘やん、なんか大丈夫そうな、食べてもうてるやん、パパ死ぬわ、キノコ食べてもうてんで、パパ、行こっか、もう2人で乗って、ほんまに酸っぱい、そんなに、もう食べ終わったらいいやこれもしかして焚き火ブレンド？そうです。わかるわ。もう匂いが。うまーい。うまいな。うまい。うまいな、これ。あー、やっぱ美味しいわ。さすが焚き火ブレンドやな。やっぱ焚き火ブレンドすげーわ。美味しい。今日はね、焚き火しますよ、私。涼しいもんね。はい。もうこれで直火 OK やねんな。そう、釜があるから、かまどまで、かまど馬まで作ってくれてん、炭治郎な、かまど馬、炭治郎な、
切らんでよかった。お前ハサミ持ってる？持ってない。よし。オッケー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 。レッツゴー。え、もうそれって紐入ってるの？紐入ってますよ。紐、はい、入ってます。これ切らんでよかった。遅いっすな。うん。これで、まあちょっと。浸しときましょうよ、うん、こんなパターンこれ、うん、これで浸すね。あ、日が置く？無料で浸す。おお、無料でもあった。うん、へえ。できました。すき焼きできた。ちゃう、肉豆腐です。肉豆腐。お。焼きに見える。美味しそうやな。うん。せーので、いただきます。いただきます。うん、シンプル。シンプルやんな。うん。これ七味とかかけたら美味しいって言ってた。赤堀。赤堀どこ？トリュフの味、まあ、うん、トリュフやから、トリュフやな、うん、うまい、おいしい、うん、キンホリ、うん、うまい、直したほんで、うん、直した、出たすぐ直しちゃうね、そうだ、うまい、効かないんだね、うん、だからそんなにきつく捕まってないんや、うん、で一発目で落ちてくる、落ちてくるって一発目でしくったら、二発目はもう落ちてけへん、あめちゃくちゃ捕まるから。うん、あ、びっくりして。そう、だ朝の一発目が肝心らしい。すごいね、そこ。ほら。すごい、急にすごい雨降ってきたな。お、すごい。雷になってる。でもあれやろ、もうすぐ晴れるや、ですよね、空見てるみたい。綺麗。なあ、もうこれすごいわ。おはようございます。シャワーも浴びられへんかったけどな。大雨というシャワー浴びたけどな。残念やったね。残念でしたね。はあ、すごい豪雨やったわ。
ほぼひどかったな、うん、もうなんか飽きるほど終わりってたうるさっていう言いたかったな、うん、めっちゃ寂しかった気がついたら朝やったわ、うん、もうでも今は病んでるから120% の力で入れさせていただいております。コーヒーだけで飲んでくる。でも私これあるもんね、レモン味。よりによってレモンやねんな。職場忘れた。ん？職場忘れたんだ。うん、何時間入ってたゆで卵がね、あってよかったやん。ちょっと食材の忘れもあれやな、マジで気をつけたほうがいいな、うん、確認して最後、あれ持った、これ持った言うて、コクやね、それを俺に任せな、コクやね、ちょっとさすがにどうする、テントもドゥルドゥルなんで、あの撤収しても帰ります、うん、はい、どうでした、じゃあ今回のキャップはすごい、あの今回のキャップはどうですか。久しぶりに初心の頃思い出したなって。ん、どういうこと。こんなんやったなっていう感じやった。もう川遊びがしたいファミリー向けやから、ここのキャンプ場、うん、でもキャンプ場としては結構でかいよね。規模がでかい、うん、すごい遠くでなんか中指立てられてる。すごい遠くで中指立てられてる。めっちゃちっちゃい手でな。びっくりするやん。そんなしんときはる。はい、というわけで今回は、はい、水前の森ファミリーキャンプ場でした。はい。はい、じゃあ。はい。私も朝ごはん食べ終わったんで。早っ。撤収作業します。はい。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。はい、アイテアチャンネルでした。バイバイ。